朝10個のオムレツ食べてましたので。皆様いつも筋トレ大学とバルクスをご愛顧いただき本当にありがとうございます。今回ですね、皆様にちょっとお願いがあるんですけれども、今後バルクスの商品ですとかサービスなどを向上させていく上でアンケートを実施しております。こちらの方大体 1,2 分で終わるアンケートなんですけれども、バルクスを作っていく大切なアンケートになります。回答してくださった方の中から抽選で10名様にバルクスの商品をプレゼントいたしますので、ぜひアンケートにご協力のほどをよろしくお願いいたします。概要欄のリンクからアンケートフォームに飛びますので、ぜひチェックしてください。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回から私一人になったんですけれども、これからも変わらず皆様に役立てるような情報を発信していきたいと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。今回の企画なんですけども、視聴者が結構やっぱ筋トレのコメント欄にいろんな質問が来るんですけども、それに対して山本先生に答えていただこうかなと。1つ目の質問です。はい、これはですね、糖質はできれば血糖値を安定させることが大事になりますので、1時間前に急に早く吸収される糖質を取ってしまいますと、インスリンが出てむしろトレーニングするときに低血糖になっちゃう可能性があります。ですので理想なのはトレーニング1時間前にプロテインですけれども、そのもうちょっと前にちゃんとした食事、普通の食事をしてゆっくり吸収される糖質、まあ、ご飯とかパンとかですね、そうしたものとタンパク質を取る、糖質とタンパク質をゆっくり高めていく、そして1時間前にプロテインを取って一気にタンパク質を増やしていくという感じです。まあ、どうしても1時間前に食べなければいけない、その前に食べられないという方は、その1時間前であってもあんまり早く吸収される糖質、お菓子とかではなくてゆっくり吸収されるご飯とかバナナを1時間前に食べるのであれば大丈夫です。次の質問です。はい、これはですね、かなり昔1940年代ぐらいだったと思うんですけれども、国立栄養研究所っていうところがあったんですね。でそこがパンはどれぐらい食べても大丈夫なのかというような研究したんです。で実はその研究所がやる前にパンの業者たち、日本のですね鶏卵業者が1日10個1ヶ月食べ続けるという研究があるんです。で1ヶ月後血液検査したらむしろ健康になってた。でそれはでも鶏卵業者がやったんだから嘘だろうみたいなことが言われて、で国立栄養研究所が研究やり直したんです。でも同じ結果が出た。つまり1日10個食べるとむしろ健康になるっていうような結果が出ちゃったんです。で最近はですね、日本の学会が研究してるんです。日本のですね、心臓病の学会と脂肪の栄養学会2つあって、その2つがですねずっと議論しています。で心臓病学会はコレステロールが多いからあんまり卵とか食べない方がいいということをずっと言い続けてるんですけれども、脂質栄養学会の方は全然問題ない、外から取るコレステロールは体内のコレステロールに全然影響もしないということを言ってるんですね。で、まあ、どちらの議論が勝ってるかというと、おそらく脂質栄養学会の方が最近の研究では優勢になっています。ですので、まあ、個人的にはですね10個食べても大丈夫というように言いたいんですけれども、まあ、ちょっと保険をかけましてね、1日5個ぐらいにしておきましょうというふうに、ここでは答えておきたいと思います。山本先生は1日でマックス何個食べる？普通にですね、朝は10個のオムレツ食べてましたので、朝10個、まあ、マックスというか、まあ、日常的に食べてましたね。朝10個のオムレツって、はい、とんでもない。もうフライパンいっぱいになってひっくり返すのが大変です。はい、一番おすすめしたいのがマッスルシェイクという名前でよく紹介しているんですけれども、ミキサーを使います。ミキサーに 100% ジュース、プロテイン、バナナ、アイスクリーム、蜂蜜、そのあたりを入れてガーッとやって飲んじゃう。そうするともう糖質が取れますし、タンパク質もいっぱい取れる。液体なので飲みやすいんですね。消化も早いです。普通の固形物に比べて液体のそうしたマッスルシェイク、プロテインドリンクは胃腸への負担も少なく大量に糖質、タンパク質を取ることができます。でもう本当にやる気のある人だったら普通に食べた後にそれを飲む。そうするともうかなりバルクアップに役立つんじゃないかなと思います。そして食が細いというのはですね、ちょっと胃が大きくなりにくいんですね。
大食いの人っていうのは胃がすごい大きくなるんです。ちょっとこれも鍛えることができまして、大食いの人って前日にいっぱい食べるんです。胃が膨らんで当日の本番でいっぱい食べられる。ですので皆さんもちゃんとこれ鍛えられますので、まあ、無理のない範囲で多く食べる日を作る、そして胃を広げる。そうするとそれを何回か続けることによっていっぱい食べられるようになります。まあ、もちろんそれを続けてですね、一応壊してしまった胃がないのでオーバーワークと同じになりますから、無理のない範囲でいっぱい食べる練習をするようにしてみてください。はい、まあ肺活量といいますか心肺機能を高めるという点では有酸素運動もちろん有効です。ただ実はですね、 HIIT ヒートの方が有酸素能力が高められる、心肺機能が高められるというような可能性もありまして、もともとオリンピック選手の心肺機能を鍛えるために考え出されたものなんですね。そのようなきついものなので普通の人はできないというようになってるんですけれども、まあ、最近ではもうちょっと普通の人でもできるような HIIT が考え出されてますので、そうしたものをやることでももちろん心肺機能を高めることができます。このようなきついのではなくて、もうちょっと普通のですね、ゆっくり長時間無理なくできるような有酸素運動がやりたいということでしたら、ここではエアロバイクみたいに足だけ動かすものよりも上半身を動かすものの方がいいんですね。全身を動かす、まあ、トレッドミルでスピードウォーキングをしたりとか、まあ、もちろん外を歩いたりしてもいいです。あるいは、このようなステアクライマーのようなですね、上半身下半身両方を使うような運動が有効になります。そして、まあ、もし大きいスポーツクラブとか行ってる方でしたら水泳、非常にいい有酸素運動にもなりますし、心肺機能を高めるのにも有効になります。でトレーニングした後に例えばプールでちょっと泳ぐ、そうしますとですね、リラックス効果、あとアイシング効果なんかもありまして、まあ、普通だと筋肉痛が来るけれども、トレーニングの後にプールに行ったら筋肉痛にならなかったというような経験談結構あったりしますので、関節への負担も少ないですしね、なかなか有効になるかと思います。いや次です。山本先生、ポパイって知ってます？あ、はいはい。これは確か2016年ぐらいだったと思うんですけれども、実はほうれん草が筋肉を増やすっていう研究が出たことがあります。ただ増やすためにはほうれん草4キロぐらい食べなきゃいけないまあその時にはですね、そのほうれん草の成分を抽出してサプリメントにして効果が出てくるんじゃないかというようなことが期待されたんですけれども、その後何の音沙汰もないので、まあおそらくはまあほうれん草を食べても効果は期待できないんじゃないかなと思います。本気は無理だよね無理だね。なんでほうれん草を食べるかというと、アメリカの子供たちにとって嫌いな野菜に代名詞がほうれん草だったため、ポパイを通じてほうれん草を食うと強くなれるよっていうのを印象付けるためにほうれん草を食ってる。なるほど。いや、4キロ食わないと。私はそういうのに騙されなかったので、ほうれん草なんか全然食べませんでしたけどねはい、これは先ほどちょっとお話したことにもなるんですけれども、スピードウォーキング、いわゆる早歩きですね。ただ早歩きとは言ってもピッチ、ちょこ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 歩くのではなくて大股で歩くというか、そしてできれば腕も大きめに振った方がいいです。あんまり腕を大きく振って大股で歩いているとちょっと変な人みたいに思われるかもしれませんけれども、消費カロリー増やすという点では非常に有効ですね。普通に走るのに比べて早歩きって効率が悪いんです。走るときってアキレス腱とか腱の反動を使ってポン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 行けるんですけれども、でも早歩きのとき、歩くときってそうした腱のですね、伸び縮みを利用できないということもありますので、同じ距離を移動するのでも走るより歩いた方がむしろカロリーは必要になってしまう。最後です。はい、ここではプロテインスコア、まあ時代は下ってアミノ酸スコアという言葉にもなってたりするんですけれども、タンパク質はアミノ酸のバランスで質が変わってきます。植物性のタンパク質というのはそのスコアが低いんですね。なぜかと言いますと、人間の体を作るのに必要なアミノ酸、まあ、これは必須アミノ酸 EAA なんですけれども、人間の体を作る EAA の9種類のアミノ酸のバランスというものがあります。でそのバランスに近いものがそのプロテインスコア、アミノ酸スコアが高い。でもこのアミノ酸が足りない、あのアミノ酸が足りないということになりますとスコアは低くなっちゃいます。で一般的に動物性のタンパク質はそのスコアが高いです。人間の体を作るアミノ酸に近いんです。でも植物性のアミノ酸は植物ですから当然ですけれども、体を作るアミノ酸とちょっと構成が違う、バランスが悪い、
そういうことがあります。ですので同じ 100g のタンパク質であっても動物性タンパク質の方が人間の体にとって有効に利用できると。ただこれもですね、組み合わせをうまくするということが大事になりまして、その足りないアミノ酸を補ってくれるような食材を組み合わせればいいんです。植物性のタンパク質、一番少なくなりやすいのが硫黄を含んだアミノ酸、含硫アミノ酸というんですけれども、そこに卵を一つ加えることでスコアは一気に上がります。卵ってその硫黄を含むアミノ酸がとても多く含まれるんですね。ですので植物性タンパク質ばかりだったとしても、そこに卵を1個2個加えるだけで一気に動物性タンパク質と同じような品質を得ることができるということになります。はい、今回ですね Q&A の形でお答えしていったんですけれども、これからもですね、各動画の最後に1つ2つご質問にお答えするようなコーナーを設けようと思っています。そちらの方でですね、ご質問、何かわからないこと、聞きたいことがありましたら、ぜひコメントを入れていただければ、私の方で動画の最後にピックアップしてお答えしていくことができると思いますので、ぜひ何か疑問点がありましたらコメントを入れていただければと思います。今回の動画、面白かった、興味を持てたという方は、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。